Très content, super. Très content, très これからマルシェで買い出しをしていきます。Bonjour, ça y est, parfait. Non, ça commence.
Thank you.
持っていく道具なんですが、包丁は基本的に切り出し用の大きさのものを1本、細かい作業がある時だけペティを持ちます。火入れを確認するための金串、ハサミ、ゴムベラ、箸、トングなどは細かい作業をする時に必要なので持っていきます。おろし金は万能に使えるので持っていきます。味を最終的に調節するためにレモンを1個、フルルドセルを持っていきます。最後にかけるエキストラバージンオリーブオイルはディスペンサーに入れて、蓋を外したところにラップを二重に重ねたものをしてから蓋をすると漏れません。コーンスターチはソースの最終的な濃度調節に使う可能性があるので、念のため少しだけ持っていきます。お皿を拭く用の布巾や熱いものを持つためのつかみ、ダスターは持っていくと仕事をスムーズに始めれます。ガスバーナーを持っていく場合、念のため予備のガスを持っていきます。エスプーマも同様にガスの予備を必ず持っていきます。ゴム手袋、絆創膏も持っていきます。包丁の先にはコルクを半分に切ったものを刺すとコンパクトに持ち歩きます。液体状の食材はラップに包んで持っていきます。こうしておくことで漏れづらくなるのと、移動するときに万が一漏れたりタッパーが割れたりしたときも被害を最小限に抑えれます。移動時間が長い場合、保冷剤を入れた保冷バッグを用意しておいたり、到着後に食材をスムーズにしまえるように事前に行って冷蔵庫をなるべく開けておいてもらいます。